マイク・ナポリ、マイケル・アンソニー・ナポリ、マイケル・アンソニー・ミケ・ナーポリ、1981年10月31日体は、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード軍ハリウッド出身の元プロ野球選手、保守、または一類種、右投げ右打ち。相性は、ポーター・ホースの MLB ドラフト17順目、全体500位で、アナハイム・エンゼルスから指名を受け、 6月21日にプロ入りする。5月4日にメジャーデビューを果たした。デビュー戦で史上92人目となる初打席初本塁打を放ち、その後も11打席連続出塁を記録。そのまま正捕手の座を奪取した。7月下旬まで打率3割台を維持していたが、シーズン終盤に打撃不振に陥った。それでも99試合で16本塁打を放った。 は、開幕から、フル出場し、前年を超える成績を期待されていたが、最終的にはいずれも2006年を下回る10、本類打、34打点という数字に終わった。は、MLB シーズン試合数の半数以下である78試合の、出場で20本類打を放ち、長打率、586を記録した。は、出場試合数が大幅に増加し、 本類打も2年連続で20の大台を超えた。は、ケンドリス・モラレスの故障以降、一類手として起用された。最終的に、打率は5年間のメジャーリーグ生活でしたから2番目の、238という数字に終わったが、自己最多の26本類が、68打点を記録し、初めて規定打席に到達した。これで、本類打は3年連続で20本以上の数字を、残している。 1>, 1月21日にバーノンウェルズとのトレードでフアン・リベラと共にトロント・ブルージェイズに移籍したがそのわずか4日後の1月25日に今度はフランク・フランシスコとのトレードでテキス・レンジャーズに移籍したレンジャーズでは故障による離脱がありながらも自身初の3割30本塁打を達成アップスは1.046と保守としては驚異的な数字を記録した 課題であった守備でも、守備防御点がメジャー1年目以来のプラスを記録した。は、オールスターゲームに初めて選出された。オフの10月29日に FA となった。レンジャーズは1330万ドルのクオリファイングオファーを提示したが、11月2日に拒否した。2012年12月3日に、 ボストン・レッドソックスと3年総額3900万ドルの契約に合意と報じられたが、身体検査で股関節に懸念点が見つかったため、正式契約が保留となっていた。1月22日に1年契約を結んだ。は、キャリアで初めて保守を守らず一塁での出場に専念し、キャリアハイとなる92打点を挙げ主軸として、チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。 10月31日に FA となり、12月6日に2年総額3200万ドルの契約で合意し、12月12日に球団が正式発表した。も開幕から、小一類手として43試合に出場していたが、4月15日のシカゴホワイトソックス戦で左手薬指を負傷。翌日の試合は欠場したものの、17日の試合から、 怪我を押しての出場を続けていた。だが、5月25日に15日間の故障者リスト入りした。シーズン全体では、一塁種内氏指名打者として119試合に出場したが、打率。248.17本類が55打点に終わった。得点圏では打率。170通受ず、6年連続で20発以上、放っていた。 本塁打も20本未満に終わった。一方、前年比20試合減ながら、自己最高の78支球を選んだ。は引き続き一類種のレギュラーを務めて98試合に出場したが、打率、207、13本塁打、99三振だった。一方、守備面では96試合で守りについて6失策、守備率99、993DRS プラス2という、 成績だった。2015年8月7日にウェイバーを経て、近戦後日発表選手とのトレードにより、フルス、レンジャーズへ移籍した。レンジャーズ復帰1号団は、ナポリにとっての通算205本塁打であった。守備では一塁手以外に、キャリアで初めて外野、左翼手も11試合で守った。なお、レッドソックスとの通算では、133試合の出場で打率。 224.18本類が50打点3盗塁という成績だった。同年11月2日に FA となった。1月5日にクリーブランド・インディアンスと1年契約を結んだ。インディアンスではファーストのレギュラーで起用され150試合に出場。打率239.194三振。 自己ワーストかつリーグワースト2位と打撃面では良くなかったが5年ぶりの30本長となる34本類が自身初の100長となる101打点を記録した。守備では98試合で守りについたが13失策。守備率985という内容だった。オフに FA となった。2月16日にレンジャーズと1年600万ドル。 2018年は1100万ドルのオプション250万ドルのバイアウト付きで契約を結んだ。同年11月6日に FA となった。2月28日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。